よし、やっぱり育っとる育っとる。ちょっと待っとけ、多分育つんや。団子二つ目。よし、来た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 。育った?これまだ完成じゃない。まだか。みたらしがつくんかな、こっから。よし、できたできた。できたっぽい。みたらし団子じゃない、これ。いけー。みたらし団子ゲットだぜー。やった。これも引っこ抜くのか。パキッと。あ、オッケーオッケー。順調順調。なんかあった?この辺に。なんかある。これか。真っ黒の種。こんなとこにあった。はい、真っ黒の種植えまして。ほい。よし、できたぞ。これは?ほい。取れね。でかい。小さい。俺がでかい。うわ、取れんし、これ。ちょっと頑張れ。頑張れ、頑張れ。よし、回収しに来たぞ。ほい。ブラックオリーブ。足長い。よし、伐採。オッケー。ピカピカの種見つけた。ピカピカの種。ここのさ、このクワのところさっき登ってきたらさ、動画の時は失敗したんやけど、なんか種がここ二つあって、これはあれでしょ?団子の。串、あれでしょ?餅のやつでしょ?かしわ餅でしょ?で、ここにピカピカの種があった。前回なかったんやけど。なんか夏祭りの時のさ、金魚すくいじゃない、ボールすくいみたいな。オッケー。なんだこれ。おー、芽が出たか?なんか、葉っぱみたい。うちわみたい。コログのうちわみたい。で、なんか、水やるのが適当にやるんじゃなくて、今これ茶色いんよね。これよく見よくと、これ茶色いのがだんだん黒っぽくなってくるの。こっちの色になってくるの。最初この茶色やったのが、乾いた土の色やったのが、水をこうやって一回あげると、黒くなると。で、これが時間だったらまた乾燥するよね。で、この茶色になってっていうのを繰り返すらしい。乾燥したら水あげる。乾燥したら水あげるで、それで育つっていうことらしい。どうやら。さて、昨日の夜中からずっと続けてやっております。せいせいです。さて、ちょっと冷蔵庫見てみようか。みたらし団子は?ただの棒。一年に一回行われる団子会議を楽しみに待っている。お花見じゃなくて、団子会議。ブラックオリーブ。キッチンに置いてあるオリーブオイルを見ると心がざわつく。油を絞り取られたやつ。あと2体か?前回の動画は4体ぐらい捕まえたところで終わったよね。で、あの後また2体捕まえて、ちゅうかさ、この段ボールは何やったのマジで。なんである時とない時があるやろ、本当に。未だ謎が解けんのよ。さて、どうなったかなあの植物。何植えたっけな?なんか、ピカピカみたいな。育ってるか?いまいち育ってないな。やっぱ水あげないけんのやろな。乾燥したら、土が乾燥したら水あげてくださいっていうことなの。で、まあ、10分ぐらいかかるのか ?30 分ぐらいかかるような気もするけど。植物によって違う気がするな。これ今乾燥していて、濡らすと、土の色が、あれ変わらんな。あ、変わった変わった変わった。これでいいんや。これでまた待って、そういうこっつよ。ちょっと人のでも見てみるか。おう、ブラックオリーブできてるね。ブラックオリーブできてるね。それなんで取らんのなんでそれ、回収せんの。育つの街で気づいてないか。うわ、かしわ餅?できてるね、かしわ餅。かしわ餅って、木になるんだね。知らなかったよ、僕。あんまおらんな、このサーバー人が。お、柿。できてるね。柿、取った方がいいよ。お、乾いたな。さて、またあげますか。さあ、お水ですよ。大きくなりなさい。あら、なんか、あれなんか引っかかったな。あれあ、置ける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 。置ける、置ける。なんか枝がさ、これ、折れてね、大丈夫?ボキってなったね、これ。入れんかったぞ、今。ほらほら、引っかかるやん、ここ。大変なことになっちゃう。はい、また水あげて、OK か ?OK だな。よしよしよし。お、できたくね?これかこれか?でかスイカ。赤ちゃんスイカ。赤ちゃんスイカ。ちょっと引っこ抜けないんだが。赤ちゃんスイカ。赤ちゃんスイカ。これか。目を離すと、すぐ寝ちゃう。ちょ、小さいので行こうか。キャビアで一回行って、あれを引っこ抜いて。お、段ボールがこんなとこにある。これマジなんなこれマジなんなスネークごっこしろっていう。誰か引っ張りよし。これを使ってさ、なんか絶対あると思うんやけどな、隠しキャラ。さて、また種探しか。あ、じゃあ引っこ抜くのか、まず。まず引っこ抜く。さあ、果たして引っこ抜けるのか。あ、いけるいける。なんかさ、一瞬しか出らん。オッケー。
さて、種探しますか。あと1個か、一応。あとなんだろうな。あの赤いのとか、多分。うわ、いけたけど、落ちたな。お、あったけど、つぶつぶは一軸。種がないな。これかな、紫のやつ。これもらっていいかな。なんか、しましまの種。今なんかログアウトした人が持っとったような気がするけん。これちょっともらっていこう。ほい。これナスだろ、多分。さあ、キャビアでも水をあげれるのか？土の色は？変わらない？あ、変わらないか。あ、変わらんな。キャビアじゃダメか。あ、土の色が変わらん。マジか。じゃあ、ミニスイカで行ってみるか。赤ちゃんスイカ。いや、結構でかいな。お、遅い！めっちゃ遅い！え、これ歩き？走りこれ？走りでこれな。おっそ足。やばいな。かくれんぼ最弱キャラかもしれん、これ。めちゃくちゃ遅い。やば。うわ、おっそ。赤ちゃんスイカ。あ、そういえばこのマップなんか屋上じゃなくて小さい畑っていうらしいね。さあ、赤ちゃんスイカ水をあげることができるのか。ちょっと遅すぎて無理な気がする。これは、あ、でも近いな。割と近いぞ、今回。よいしょ。はい、転がって。転がって、頑張れ、頑張れ。ほらー。あ、いい、いい感じに転がれた。よし、しっかり狙い定めて。あ、起き上がって。おい、起き上がれ。起き上がれ、いい。あ、ちょっと無理かもな。間に合え。間に合え、間に合え。間に合え。おっそ、マジで。一番遅いやな、歩くの。よいしょ、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 よいしょ。はぁ、間に合った。あ、オッケーオッケーオッケー、変わった変わった。バブバブー。僕、赤ちゃんスイカだよ。何したら寝るっつったっけ？なんか、ゆっくりしたら寝るじゃない？ほったらかすと寝ちゃうみたいな。ラグドールしたら寝るんかな？あ、こっち向きで、ラグドール。はい、おやすみー。どうも、すやすやでーす。ぐー。眠ってしまった。あ、あ、あ、眠っと眠っと。Z が出た、Z が。ぐーぐー。あ、いいね、これ。いいねー。赤ちゃんスイカ、爆睡している。おそらくみたらし団子を育てる夢を見ているんだろう。おっしゃ、できてる、できてる。どこからどう見ても、これは、ほい。ナース。ナース。やったぜ。ナース早かったな、多分。はい、伐採。あー、スイカめっちゃ時間かかったな。これで一応コンプリートだな。表はコンプリート。今日も、今年も、野菜紫ビューティーコンテストで優勝を狙っている。ビューティーだねー。ちょ、一旦キャビアで行きたい。こいつさ、オリーブはさ、めっちゃジャンプ力高かったりせんかな。一回飛んでみて。あー、でもキャビアほどじゃないかもな。いや、さすがにキャビアの方が多分、ジャンプ力高いな。さあ、隠しキャラ探し行こう。小さい貼ったっけー。さあ、隠しキャラと言いつつ、チラ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 いろんなところにいるのはいるが、ね、あ、これか？違うな。なんかね、畑の上に、あるらしいんよ。なんやったかな？ただの棒じゃなくて、なんかね、パキパキの殻みたいな。パキパキの種か。オリーブでしょ？真っ黒。白いなんかね、卵の殻みたいなやつがあるらしいんよ。あったあったあった！あった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 ！見つけた！パキパキの種！来た！やった！昨日全然なかったのにマジ。よっしゃ！パキッといくぜ！これを、ほい来た！パキパキ！これまたちょっと交換か。じゃあナスでいくか。あー、閉められている。さて、わしの鉢植えはどこじゃ？遠いな。さて、お水あげましょうね。パキパキの種ちゃん。あ、横もこれ多分あれだな。この人もおそらく、パキパキの種だな。お、大きくなっちゅえん。来た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 。よし、また水やろう。こっちだな。これはどう見ても、どこからどう見ても、卵の殻。お、なんだ、ナス、すいません。ナスって、お、なんかチャット起きたな。何の種ですか？ちょっと待ってよ、ちょっと待ってよ、ちょっと待ってよ。紫のやつやったけどな。何の種やったかな？ちょっと忘れたな。どこにありましたか？畑にランダムで出るみたい。これも畑です？この上のとことか。ぴょんぴょん。あ、パキパキの卵のこと言いよんか。これは真ん中の畑にあったよ。あ、どこ行ったな。あ、これか、これか。オッケー、また乾いたな。ここだったか？もうちょいか？よし、水あげよう。だいぶ来たな。もうすぐ殻が完成する。ここに殻あるな。これを使って、あ、これ持てん。お、卵になったぞ。たまたま、卵。
また水あげて。おい、卵。はい、水をあげまーす。はい、また水あげて。さあ、何回目かな、これ。10分に1回ぐらいかな、水やり。15分に1回ぐらいかな。20分に1回ぐらいかわからんけど。お、できたんじゃない、これ。来た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 。1時間ぐらいかな。1時間半ぐらいかかったかも。いきますよ。卵、どう見ても卵が帽子をかぶっている。麦わら帽子卵。なんだろうな。農家おじさん卵。わからんな。農業おじさん卵。あ、ちょっと、やめてやめて。決定的瞬間今これ俺が頑張って。名前当てたいな。農業卵。畑卵。畑おじさん卵。いけ。なんだ？あ、農家か。農家卵だった。よっしゃ、取れたぜ。これちょっと植えとく、そのまま。もういいかな。終わりかな、これで。全部集まったんだろうか。いやー、これ長かったな。さて、帰りますか。農家おじさん。なんやろな、この野菜たちを育てようかな。農家おじさん。パキパキの種。植物を育てる達人。植物の気持ちを理解するために、毎日欠かさず土に埋まる。やばいな。これでも土ってさ、一回行ってみる？これで。この説明文意外となんかあれのヒントやったりするかな。小ネタのヒントやったりするかな。土ちょっと行ってみるか。すげえでかいスコップ持っちゃう。体に似合わずでかいスコップ持ってらっしゃる。プロ農家だな。さて、ちょっと土と戯れてみるか。ほい。ここでラグドールしたなんかあったりせんかな。掘り進めますみたいな。土の匂いを嗅いでいる。あ、土と一体化しているおじさんが。おじさん。くん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 。うん、この土は、ミミズがたくさんいて、いい匂いがする。いい土だ、これは。野菜が大きく、美味しく育つぞ。トンボもなんかここに飛んでいる。トンボはゲットできないのか？あ、でも何もないっぽいな、おじさん。おじさん特に土と戯れさせても何もないっぽい。ということで、じゃあ、この辺で終わりますか？お、ブルブルブルルン、ブルブルブルルン。はい、この動画が面白かったでしょ？高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。